アントワーヌ・ド・ブルゴーニュは、ブラバント公ブルゴーニュ公フィリップ2世とフランドル・女ョマルグリット3世の、息子で、バロア・ブルゴーニュ家で最初にブラバント公となった人物。ブルゴーニュ公爵夫妻の、第7子、4、男として生まれた。長兄ジャンサンプールは、ブルゴーニュ公弟フィリップは、ヌベール・ハを呼びルテル・ハである。長子・マルグリットは、 シモバイエルニシュトラウビング公エノオクホラントクゼーラントクビルヘルム2世の妻、ジュシカトリーヌは、オーストリア公レオポルト4世の妻、妹マリーは、サボイアハクアメデオ8世の妻となった。母方の祖母、マルグリッドの姉、ブラバント女公ジャンヌの死後、協定により、ブラバント公を相続した。1402年に、 リニーハクケン・サンポルハクアレラン三世の娘ジャンヌド・サンポルと結婚し、二男を設けた。アントワーヌの死後は、この二人が、相次いで、ブラバント公を継承した。1409年に、ルクセンブルク女皇エリーザベト・フォンゲルリッツと再婚し、二子を設けたが、いずれも要請した。1415年に、弟フィリップと共に、アジャンクールの戦いで戦死した。 ありがとうございます。